はい、こんにちは、にょんと申します。本日もにょんずバーへご来店いただきましてありがとうございます。はい、またまたですね、開放倉庫さんの方に遊びに行かせていただきました。そしてね、素敵なね、イベントも今開催中ということなので、ちょっとそちらを紹介しつつ遊んでいけたらいいかなと思っております。それでは UFO キャッチャーやっていきましょう。はい、鬼滅の刃から胡蝶しのぶさんの Q ポスケットですね、 A カラーノーマルの方を狙っていきたいと思います。前回開放倉庫さんに行かせていただいて遊んだ時の動画を見てくださった方はまあうすうすとね感じてるかなと思うんですけど、私は結構手前を引っ張ってって左右に振ってって、で縦半面にすることが多いね。で今回も左右に振ってどん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 前に行っていきたいと思います。そう、ポスケットね、頭でっかちだからさ、結構コロコロってなっちゃうんだよね。でちょっとね、手前が前に出てきてるので、今度奥の方を左側に払っていってみたいと思います。おい、ちょっとだけ動いたねそのまま引き続き後ろを払っていきたいと思います。前の方がもうピンクの手前のやつに当たってて動かなくなってるので、奥をどんどん払っていきたいと思います。落ちるかな、うっ、惜しいね。もう一回同じとこ狙ってみよう。手前に乗っかっちゃった。あ、でも奥の方がもう完全にバーに乗ってなくて浮いてる状態なので、しのぶさんの眉間に爪を刺していきたいと思います。そしたらきっと落ちるはず。よし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 、イエーイ、落ちた、取れました、600円、イエイイエイ。さあ、鬼滅の刃チョコのせシリーズですね、台に乗せて飾ってあげるとみんなでこうお昼ご飯おにぎりを食べてるっていうシリーズなんだけど、この忍さん狙っていきます。今回ハの字ですね。うまい具合にこう動いてくれるといいんだけど、あ、立っちゃったじゃあ本体で倒していくことを想定して爪を入れて奥の方をどんどん払っていきたいと思います。よいしょ、転がったね。あ、でもだいぶ角度がついているので、このままの忍さんが書いてあるところを攻め続けていきたいと思いますうまい具合にね、コロコロ転がっていけばいいんだけどね。最近のフィギュアさ、ちょっと軽めだからさ、予想外の動きをしてくれるんだよね。びっくりしちゃう。よいしょ、あ、惜しい。押したら、さっきみたいにカード押したら落ちるかなと思ったんだけど、ちょっとまだたくさん乗ってるかな。なので、まあ、安牌を取ってちょっと下カードを払っていきたいと思います。うまくいけば落ちるこればっかりはね、わからんよね。動け、あ、なんかちょっと違う、あ、危ない、落ちた、よかった。はい、400円で取れました。今ですね、ちょっと期間がわからないんだけど、開放倉庫さんのとこの31アイスクリームが入ってるんだけど、そこでアイス買った当日レシートをアミューズメントさんのところに持っていくと2回分無料でクレーンゲームできるよっていうね、イベントがやってるので、まあちょっと店内ね、飲食禁止になるので、まあ車の中だったりとか、ちょっとお外で食べたりとかにはなるんだけど、まあぜひ31アイスクリームで一旦一休憩をして、このレシートを持ってぜひクレーンゲームをやってみてくださいということで、私もやっていきます。は
はい、こちらポスケット B カラー、セピアカラーの方を狙っていきます。あ、思っとったとことちょっと違う、だいぶ手前になってしまった。あ、やだ初期位置戻してもらいました。ちょっとさっきの反省を踏まえてちょっと奥、ちょっと奥ね狙っていく。え、まだ乗っかるんだけどやばいな、無料分2回なくなっちゃいましたさあ、アイス分なくなったので、まあせっかくだから、まあ今度頭の方狙ってみようかな。忍さんの頭を右側に払っていく。動くかな。よっ、ん、あれ元戻ったね。ダメか、難しいな。もう一回同じとこやってみよう。よいしょ、あーダメだねじゃあ頭やめて手前の方を左側に動かしてみよう。これで動くといいけど、これで動かなかったらもう一回初期位置戻してもらおうよいしょ、お、あー、んー、前もカード入るか。じゃあポスケットって書いてあるところの手前のカードを持ってみる。ちょっと奥めに、ほんの気持ち奥めにして、ちょっと箱を滑らしていくんだけど、カードが持てて、あ、あ、全然持ってたとこと違ったけど、まあ落ちたからいいやよかった。はい、じゃあかまど家の妹ねずこ、チョコのせシリーズのねずこちゃんです。これもうちょっとだけハの字なの、わかるかな。あ、ついちゃった、ついちゃったけど、まあ角が動けば OK、 いいで、沈んでる角、見えないとこの角を動かせばきっとグイッと動くんだけど、これがねまた狙うのが難しいんだよね。よよよ、あ、地味に動いてる。おお、見た200円、やばくない。続きましてかまど炭治郎お兄ちゃんですね。グランディスタシリーズのお兄ちゃん炭治郎を取っていきたいと思います。グランディスタ結構出来がいいフィギュアなんだけど、めちゃめちゃ重たいんだよね。重量感半端ないの。まず手前の方をちょっと左右に振ってどれぐらい動くか。あ、でもパワーが重いから結構パワー入ってるね。じゃあ斜めになったので、奥頭の方を狙って頑張って横ハメで狙っていきたいと思います。横にしていこう。で、あんまりね寄せすぎるとまたコロコロ転がっちゃってで難しくなるので、どっちかの角を添えるだけっていう感じでアシストしながら移動させていく結構本当にねこの子めっちゃ暴れるんだよ。奥をどんどん動かしていきます。よっ、あ、乗っかった乗っかった。これは忍さんの時と一緒で押すか上げるか手前を、でもちょっとね押すの怖いんだよねこれ、私大きいからなので手前を持ち上げてコロンとうまい具合に行けばいいんだけど、失敗したら乗っかる。行け、頑張れ、うっ、イエーイ、取れました、400円。はい、ということで開放倉庫さんで鬼滅の刃のねいろんなキャラクターを撮らせていただきました。ありがとうございます。またね鬼滅以外のものもたくさん今回撮らせていただいたので、それはまた次回動画にねさせていただけたらなと思います。はい、そしてねもちろん私もなかなか撮れなくて大変だったっていうこともたくさんあるんよ
なかなかねやばかったなっていうやつとかも、手数がかかっている動画とかもたくさんあるので、またそちらもね何個か集まってたらちょっとまとめて、ちょっと倍速にしながら早送りして紹介していけたらなと思います。はい、ということで今回は鬼滅の刃開放倉庫さんで撮ってみたでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよければチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の配信でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャオー。